それでは本日もボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明紀記者です。長谷さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ夜の九州スポーツ杯、本日3日目を迎えました。長谷さん、今節は7日間のロングランシリーズなんですけれども、うん、明日がやっと中日となるんですよね。そうよね、はい、まだ終わってないよね。まだまだ熱い戦いが繰り広げられそうですよね。さあそして気になるのが得点率争いだと思うんですよね。そうね、今節はね、はい、その準優勝進出がないんですよね。そうなんですよ、準優勝戦だけだから、まあ、一歩戦は5日目か、はい、5日目10レースまでか、うん、だから得点率とにかく上の方にね、なんとかこの長い予選で上の方にうまく持っていきたいですよね、はい、そうですよね。各選手本日の3日目、まあ、調整面いろいろね、そうそう頑張っていかなければいけませんよね、うんうん。さあそして、え、2日目終了時点での得点率をちょっとご紹介したいと思うんですけれども、え、1位につけているのは下條優太郎選手。昨日はね、まあ、後半インからしっかり押し切ってね、はい、まあ、2着って1着来てオール2連打ですよね、はいはい、気配の方はどうご覧になってますか。あの、ね、ターンの感じがいいですよね。あの下條優太郎のターンができる足になってますよね。一番いいですよね。直線はねもうちょっと欲しいけど、そこはねもうターンでね、ターンがあれば、ね、大丈夫ですよ、はい。あ、そうですか、うん、地元としてねちょっと期待も込めて、やっぱり地元3連続 V かかりますからね。はい、頑張ってもらいたいですね、はい。そして2位につけるのが吉田拓郎選手、こちらも注目選手の一人です。やっぱり動きいいですよね、うん。まあ、昨日はね6号で時にチルと0度試してみたけど、はい、やっぱりマイナスの方がいいって。でマイナスだとね、自分の中では中堅上位はありますよ、だから買ってくださいみたいなことを言ってましたね。本当ですか、頼もしいですね。そして3位につけるのが森岡光雄選手ということで、森岡選手も初日かな、初日のあの6コースまくり見事でしたね。いいで、今昨日は前半インカ2位でね、はい、2連勝だったんですよ、はい、彼言っても冗談で、はい、今節3日レースがいいのになーって得点率争いで、まあ、昨日ね、はい、ピンピン4でしたけどね、はい、でもまだまだね頑張れそうですね。そうですね、はい、もう得点率争いどうなるのか、うん、3日目の本日もぜひご注目いただければと思います。それでは長谷さんには本日も注目レーサーを挙げていただいておりますので、まずはそちらのフリップからご覧いただきましょう。3日目本日の注目レーサーですが、小坂直哉選手を挙げていただきました。注目ポイントをお願いいたします。気配は上昇、インは41走連続3連台中。まずは気配が上昇してきた。はい、初日はですね、はい、まあ、5着6着でね、はい、よくなかったですよね。ただチルトはまあ下げたりと色々して調整して、はい、昨日はねペラ叩いてターンで帰ってくる感じが良くなりましたと、うん、おちょっと上積みがあったような感じなんですね。なおかつ船足もね上向いてね、中継よりちょっとありそうですね、はい、いいですね、よくなってきましたね、はい、あ、それなら心強いですよね。まあモーターは 29%、 ボートは 28%、 低、ね、あんまり良くないセットだけど全然そんな感じじゃなくてね、はい、で彼もともと S 力のある選手だし、はい、スタートもねいけてますからね、気配上向いてくればイン戦強いでしょうね。そしてインも信頼度は高い。今日ですね1号艇選手の、まあ、今年のインの1着率っていうのをずらーっと調べていくなんですけど、はい、ね彼、小坂選手、今年は1号車が 77% あります、はい、お高いですね。今日で言えばね、まあ、12レース走る吉田拓郎選手が 78% なんですよ、うん、1% ちょっと落ちるけど、だから今日の1号艇選手の中ではこの10レース小坂選手と12レース吉田拓郎選手が1着数が高いということですよね。なるほど、はい、でここですね、進入をですね、はい、最初枠なりかなと思ったんですけど、北村選手6号艇、ええ、やはり今日1回走りなんですよね。そうですよね、まあ、ここまで大崩れないんですけど、うん、予選上位考えればやっぱりみんな選手言うんですよ、大村6コースは遠いって。うん、だから一つでもうち狙いたいですよね、はい、前付けというよりもちょっと様子伺いに行って、まあ、ピットパネルとかでね、はい、伺いに行って誰かが引いてくれる、まあ、引くとすれば岡村選手が引いてくれればね、うちに入れるし、はい、引いてくれなかったら枠なりだし、岡村三田さんだし、はい、もしかしたら動きに行っての枠なり前提スローっていうのもありそうな感じの進入かな、ちょっと僕の中では思ってますね。はい、
さあ進入予想2パターン、そしてオールスローもということで、はい、ちょっとですね、考えましょうかね、はい、お話しいただきました。でもね、さっきの小坂選手、はい、インが強い、気配も上向いてきた、スタートも早い、はい、そう考えればインから先回りですよねまず20までですね、はい、で今節好調なのが浜田選手ですね。はい、ここまでオール3連対安定してます。昨日は2コースが差した動き良かったですね。はい、大村は久しぶりなんですけど、スタートもいけてますよね。おお、いいですね。それ考えれば2コースから壁役になるのかなと。なるほど。でね、黒三角っていうのを6号って北村選手回したのは、やっぱり彼はやっぱレースがうまいんですよね。はい、うん、ここがやっぱ最近の好調、まあ、A1 レーサーですよね。はい、でね、昨日聞いてもまだイメージ通りの足にはなかなか仕上がってないんですよ。だから、あ、そうですか。もうレースごとにペダ調整ずっと繰り返しますよね。それでもしっかりね、着拾えてますからね。だからね、そろそろね、はい、正解出てくれるんじゃないのかなと期待を込めてね、やはり彼はやっぱり怖いですよね。はい、そしてね、3、4、5はそんなに差はないとは思いますけど、うん、昨日の気配が良くなってたのは3号で東選手、はい、ペダ叩いてね、行きたいところに行けるようになったと。昨日1回橋だったんですよね、はい、なんか調整した甲斐がありましたよというね、ニコニコだったですね。そうなんですね。森岡選手はちょっと道中競った時に不安があるような足でしたね、ターン回りに関しては。うん、岡村選手はね、船足自体はね普通だけど、はい、持ってる感じはね初日より良くなってきましたと言ってました。はい、だから3、4、5そんなに差はないんだけど、位置も考えて、まあ、昨日の上昇を買って東選手の最後を印しました、はい、だから1の頭から、まあ、2番、3番、6番印回った選手のフォーカスを出しました。はい、このレースはこう気配が悪いというコメントが出ている選手もいないですよね。だからちょっとね、どうにね、ジーラスは接戦模様とは思いますけどね。はい、その中でも6号艇北村選手にちょっと印をつけたのは、そう、やっぱり彼のこのね、はい、うまさを買ってみたんですけどね。あ、そうなんですね。はい、はい、ということで10レース開目1番から2番3番6番の2、3着6点挙げていただいております。さあ、ということで本日の注目レーサー第10レース1号艇で登場いたします小坂直也選手、ぜひご注目いただければと思います。さあ、それでは長谷さん、いきますよ、はい、せーの、困った時の長谷田の実。さあ、今節2回目の長谷田の実に参りたいと思います。はい、寒いですね、椎葉さん。寒いですね。寒いですね、4年も寒いですね長谷さんね、ちょっと当たらないとこう天気の話とかね、すぐごまかしますよね昨日はね、ちょっと惜しかったですよね。まあ、でもね、はい、それも狙って、ね、外れたのはもう僕のせいですけどね。でもね、寒くなってきたんでね、はい、ちょっとね、はい、選手もね、ペラ調整ちょっとね、大変になったらしいです今。あ、そうですか。やっぱり昼と夜の気温差があってね、ぐっと違いますもんね。回転が上がってきてるんで、はい、調整難しいですよって声が多いですね。なるほど、そのあたりいかにね早く合わせられるかが鍵となりそうですね。さあ、それでは続いてのフリップご覧いただきましょう。さあ、本日の困った時の長谷田の実ですが、第8レースを挙げていただきました。はい、ここは澤田選手が1号艇で登場します。はい、そうですね、まあ、彼唯一のフライング持ちなんですよね。うん、ただ船足はね、はい、伸びを中心にいいんですよ。はい、それはね、彼は前肩からここ変わってません。気温の上げさにはあんまり影響ないですね。はい、ただ気になるのがスタート、やっぱり、スタートね、僕がよくね、まあ、スタート順位というか、だからトップスタートとか言うじゃないですか。はい、彼の場合は今節はね、6番手5番手スタートが多いです。だからスタートは自分で行くスタートはあんまり行けてないんですよね。最後の方ばっかりなんですね。そう、でもいいんだからしっかりと行きたいとこですよね。ここは2号艇島川選手がスタート早いんで、はい、しっかりその辺を目標にして、ね、行きたいところでしょうね。なるほど。だからモーターがいいのでもう本命しました。はい、ただ G 争い混戦だと思うんですよね。そうですね、すんなり対抗を2号艇島川選手に打てなかったというのが、はい、島川選手がね、ずっと初日からターン回りがしっくりこないというんですよ。うーん、船足そのものを悪く、ただターンを回る感じがもう一つずっと言われてますね。昨日も5着2本でしたよね。そう、まあ、同時見るとあ、そうだよね、ちょっと帰りっていうかね、もう少しだなと思ったんでね。だから2コースっていうのはそれが一番大事なところですからね。そうでしょうね。ただね、ここは中止ね、6号艇村上陽に回したっていうのは、はい、連勝で飛び出したけど、昨日は3着、6着ちょっと昨日は合わせられてなかった。はい、あの回り続きみたいな感じしましたね。だから今日はうまく、昨日に引き続いて寒いんでね、はい、ここは合わせたい。やはり村上のことは今節は頑張らない、これいいモーター、全然優勝モーターですからね。そうですよね。彼の場合はやっぱりね、外でも魅力的な選手なんですよ。
本当にそういうイメージがありますよね。だからスタート行ければ本当6コースも、ね、平気に、ね、点が出てくると思ってるんで、はい、彼を対抗に、はい、で品川選手はやっぱり粘るんでね、はい、3番千葉選手、昨日はね新入校庭2コースからまくってマンション出しましたね。びっくりしましたね。あ、本人はね、あのなんかね、ペラ調整してよくなっててやりましたよって言ってる。でも僕の中では4号で先目選手が伸びてると思ってるんですよ、うん、はい、柴田選手もいいけど伸びるのは先目選手かな。ああ、そうですか。和合選手はねスタートはコンセプトで生きてるんです、はい、ただモーターが良くないモーターなんで、昨日は整備して少し行き足が良くなったけど、はい、まだマシになったぐらいでね、昨日もレース終わったと整備しましたからね。うん、だからちょっとね、もうちょっと上積みが、そう、最後の印を4番伸びる方にちょっと回したんで、1の頭から2、4、5の2、3中からそれまず方面を出しました。はい、1回目でまず6点ですね、はい、そして狙い目ではやはり4号手の酒見選手、はい、もうちょっとね、1号手佐野選手、はい、今年のインの1着率は 48%、高くはないですよね。さっきのこう小坂選手や吉田選手に比べると 70% 後半でしょ。それとか 50% いってないっていうことか。だいぶ落ちますね、うん、でなおかつ、ね、言うのは、はい、先目選手ね、今節の平均スタートは26なんですよ、はい、まあ、決まってないじゃない。まあ、ほら昨日の前半レースがコンマ55、はい、これはもう度外視でしょう。それ以外は1113いけてます。はい、そうですね。和合選手がスタート早い、はい、村上選手もスタートは行く、はい、彼らを目標にスタート行ければ角で伸びるでしょ。なるほど、ダッシュ勢がね、そう、はい、ビューンと行ってくれたら伸びるんで、さきみくんが先にまくってくれたら、はい、面白いと。なるほど。でね、やっぱり村上亮がこう展開つきそうなんでね。そうですね。イメージは4から頭からの村上亮選手の2、3着かなと思ってね。4、はい、6流し、4流し、6のイメージなんですけど、うん、でもやっぱり村上亮のあのまくり出しがすごいんでね。はい、6、4も行ったろうと思って4、6、6、4折り返しました。本当にスピード持ってきますからね、村上選手。やっぱりシーパさん、寒くなってきたでしょ。はい、僕お酒飲むんですけどね。はい、そうですよね。お湯割りも最近飲むんですよ。はい、64のお湯割りレースってことで64も入れましょうかね。なるほど、割合がってことですよね、うん、まあもう一個はね、はい、酒瓶が手にね。あ、そうだった。お酒が入るんでね。酒って入ってますからね、はい、でもこれ冗談で4がいけば外勢が外側枠勢面白いんでね、はい、ちょっと4664、そして4流し6、はい、ここでちょっとね、はい、お頼み、寒い冬を乗り越えるためにも、そうですよ、長谷さん、ここしっかり当てて、はい、本当にあったかいお酒をね、そう、飲みましょうね。伸びるモーターが角にいるんでね、はい、スタート行けばと思ってますここは。わかりました、はい、ありがとうございます。さあ、ということで本日の困った時の長谷田のみ第8レースを挙げていただきましたので、合わせてこちらもご参考にされてください。さあ、ということで本日も展望番組をお付き合いいただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。